1P 側がライチジューベ、2P 側がエススタノーです。決まったら座ってスタートボタンを押して始めてください。このお土産うめえな。Please select your character. ね、すごいよこれ。ジューベイ、かなり俺の中で引いてるな。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ行きましょう。ルーティン開始。これこれ。タタ。ジューベ対エス。最後。異常級。さあこれはオーディー使っていき、バート使っていきましたね。ジューベが。やるぞ勝利で返す。あるぞ。あっとかわいい。ガーノーリング。あのマズルね、9本読まれてる。さあこれ中段からチャレンジのいつものテンプレー、ゲージ50%始まった。さあ勝利はあっさり食らっていく。中段はガード、しかしマズルが当たる。2段構え。さあ1位飛び回したっぽいんですけど、6人で潰して、さあ変な方向に飛んでしまうわ。どうだ、いやー、これはここにいけない。さあ残り中なんだ。もちろん当たりますジョージ相模モーションの相模くらいの10名でも平等に上り中段になる。いやーと、取り上げ。さあ、手が投げて、さあ、それっぽい感じで締める。それっぽい、悪くない。キュー、これはいいんじゃないですか。かわいいとは無理だと思いますよ。これ自動はなんかこの方、ああ4000減った。中段に CA 合わせるか。おお、2 CA 読んでいた。本気で来て構わんぞ。カウンターの時はズバッといった感じでね、なんか重みがヒットストップが10秒はなんか気持ちいいですね。中段エザー剣持って、でかい剣持ってはいるんですけど、あんまりこうヒットストップがドカーンみたいな技は持ってないですね。むしろ 6C の肘ぐらいです。さあ立ち合いだろうか逃げなのかどうか分かんないけど、チャレンジから、さあ7段7段勝利を持ってるキャラなんで、それですが裏回り、裏回りして、あっと2にかかる。さあブルーノが限定していきますが、どうだ、何とか引っ掛けていきたいところ。そこそこ、やっせー、これ優先開始。そしてやっせー、ダッシーから突っ込んでいく。バルモンあるよ、ここまでは慎重です。キャンセルオーディ中段ラッキャン、これは決めていく。勝利したのはワンピー側、ゴミクズ10名先方戦を制しました。 2P 側、ワタッコーのスターモード。さあ、どちらも文字ないですね。
アトライ対和田コスタノーの対決です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. ホッチェンよし戻ってらっしゃい。どうカーチャーイさん来い。どうクライネット意識いたいの上ね。うわーよくなった今の。戻ってらっしゃい。自信下がったらゲーム出ました全力で行くわ。ラオチュー誘って事なきを得るか。クーバンクラッシュトリガーかな。このあれさあこれは打ち出して裏から持ってきて下段当たるがコンボが途切れる。おっとジャンプ A をしゃがみっぱで回ったか。よしバット打っていきます。さあ割と際どいなこれ。ルダイク追い払って危ねえ。あっとどうだろう。クーラゲこれはやらしい。ジャンプ折り際クーラゲで一本前進したのはアトライス。難しいものだな。わーなんかすげえ6に届いた。千里に一気入れ替えてさあ6でフェイトのカウンター。コンボが長い1250。さあハクがやっぱ当たりますね。下段が早いんでね。あのねさあコンボもそれっぽいぞ。そんなものか。あこれは、変なのやつちょっとやったって言ってました。おっマジかやりますね。いやー素晴らしいですよこれ。これはすごい。勝利したのはあったゴミクズチーム。勝った2人好きなやつ1個ずつ取っていいよ。麦田岡かと和田コスタローです。やべえこれマイクで実況入ってるの忘れてた。まあいいや大会の今試合の間だからね。うまくカットしますね。まあまあトラは、さっき言ったあたりに、出直しはすいませんみたいな感じで今こういただいてるんで、その代わりね、最後週末大会に参加してね、私と小崎ガチかなんかやってっていう感じの予定だったんですが、そうなるともう結構時間いい時間になってしまう可能性があってね、みんなと対戦する時間がそんなに多く取れないかなっていうのはちょっと懸念してたところではあったんですけども、完全に、今まで遠征に来てくれた遠くのプレイヤーと同じでね、組手イベントみたいな感じでがっつり専用の日を設けて、昼間ぐらいからやっていきたいと思っておりますので、ぜひね、皆さん特別な日ではありますが都合の方を開けといていただければと、思います。さあまず1本練習してるのは和田コロスさんの、さあひたすら我慢する時間だ。もう1本でちょっと麦田岡がコンボの精度は怪しいか。さあこのガンダッシュ 6B が投げ抜けを誘う。当たったー。さあ麦田岡ってこれが痛い倒すか。 6D ガード。ジャンディカウンターとか拾えない。さあどうだ。
はジャンプ B を重ねて撃退してフィニッシュ。1対1でファイナルラウンド。レベル3アクション。さあ、厚かましいのは来たよ。俺 6B 開幕からタジリーガードされ、さあ 6S パワー痛い。タジリー差し込まれて4式を4式にいっちゃった、技を解放はめていく。さあ5式ラッキャンからの6式クランガード、しっかり反撃、安いが4式、まあ1なんでね、ドーン仕けからドスコイと、勝利したのはわざこのスサノオです。わざこ財布スサノオ、 Please select your character。まあ、気づけばなんか赤台まで落ちているバイスターですが、これは都内かなんかでひどい目にあったのか。さあ行きましょう、マイスターラムダ対陽子 S です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。 これわー、ブルーの通り越え、引き抜けてくる。無理当たるか、大丈夫。下段、ここで中段入ってしまう。親父のコンボに行って低空くるから、わー、使用小銃の二段構えということで、キシーガネイルが飛んでくる。一方選手したのはラムダ。レベル2アクション。さあジャンプ、2D だか 6D だかカウンターして、さあ戻る。これはシンクルを直接殴っていく。避難ガードしてちゃんと潜り込んだが、さあ全部毒割れしのいでいきます。 4D ラピアからしっかり拾っていく。さあうまく割り込んだ。ブルーノ 4D 特命対空だが、ジャンシーと相打ちか。回転した、これ 4D 中なんですが始まりきますね。あー 4D 危ね、ある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 の、ああるあやるないか、どうだ、レガシーは取り越えられない。シエガのやりますね、冷静でした。勝利したのはマイスターラムダで大将戦です。大将戦は 1P がマイスターラムダ、2P がワタッコーのスサノオです。Please select your character. Susano, Honda 11. さあ、B 対 C の対象戦です。The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. はい、サランダ対ワタコスサノ。ブレイブの動画でね、11月の頭にやったこの2人の十砂金新語彙分からせますよね、アップしてますけど、まあいい勝負です。動画でも納得の、内容です。
カードは乗れないだよね。マイカー結構反撃時代ではマイスター勝ち越していましたが、あれもかなり前の話なんですけど、無理やり、さあこれは一時期に OD 合わせるやり込みを見せる、しっかりキャラ隊で取っていきます。一本フェイジしたらランダー投げ、しかし投げ込まできないまん、しかしガンダーキャバリエ2番アスト、さあ舞台が楽しいぞ、リターンアトマークね、ジャンプより非常に強いです。キャバリエちょっと反応遅れてしまった、公式途中から食らう、わかる、これもよくあります。いいえシークルが回る、おお。こっちにちゃんと見てますね、読み、これは美味しい当たり方、家が当たってもゴシキにつなげればそれなりのダメージが取れる、ゴシキで圧をかけていくが冷静に移動機上がりで中央に逃げる、さあ FC がね、錦を潰してあー危ない、うーこれはゴシキが滑ってしまいまして、勝利したのはマイスターラムダというわけで、次マイスターチームが B チームを下して